それでは谷地選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせください。まあ、ほっとしてます。また次つながったんで、まあ、嬉しいです率直に。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？そうですね、まあ、やっぱりガッツあってタフな選手でしたけど、まあ、予想より下回ってくれたんで、そこは良かったかなと思ってます。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えていただけますか？やっぱりね、目指すはベルトなんで、まあ、それが、ね、さっきマイクでちょっとふわっとしちゃったんですけど、いつになるか分かんないですけど、チャンスがあればファンの皆さんが求めてくれた時にタイトルマッチ、ベルトをかけた試合ができればなと個人的には思ってます。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、ではご質問ある方、媒体名とお名前とご質問をお願いします。合格時の熊久保です。おめでとうございます。ありがとうございます。最初の、飛び二段膝蹴りなんですけども、あれは狙ってましたか？そうですね、狙ってました。それは、自分が元クレイジービーで相手の師匠が宮田選手であるということも関係してますか？そうですね、それもあるし、やっぱりレスラー上がりの選手ってそのエマージェンシーテクニックがタックルっていう選手が多いんで、まあ、飛び膝行ったらそこにタックル合わせてきてくれて当たるかなっていうイメージもあったんで、それもあるし、まあ、そのキッドさんと宮田さん の, 試合の影響もあってというか、そういうのも含めて飛び膝は狙ってました最初から。まあ、ブランニューヤッチ君でふうにおっしゃってましたけど、その中でこう一番こううまくいったなという部分はどういうところでしょう？今日に関しては、まあ、全然うまくいってないんですけど、まあ、自分実は4つ組だとか組の展開結構自信持ってて、で、まあ、本当グレコ上がりのもうタッチレス4つ組がうまくてジャーマンもうまいみたいな選手に対して4つ組でやり合えたっていうのは本当自信になったんで、それは一つの収穫かなと思います。そのブランニューヤッチ君のこう完成形っていうのはどういうふうに描いてるんですか？やっぱりその要所要所でしっかり自分のやりたいことをやり通して、自分の動きの相手を当てはめていって結果フィニッシュ、まあ、それが打撃であれ寝技であれしっかりフィニッシュまで持っていける戦い方ができるようになるっていうのが、まあ、完成形で、それでねベルトとかなんか箔がついたらなおさら完成形に近いのかなと思ってます。次は大晦日希望しますか？そうですね、まあ、試合はやれるならやりたいですね。大晦日もやっぱり年に1回のねお祭りなんで、そこに参戦させてもらえるのであればしっかり参戦してしっかり勝ってファンの人に見てもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？今誰対誰やってるんですか？今浜崎選手と藤野さんですね。もうちょっと向けますか？すみません、試合が気になるところ、はい、合格松山です。ブランニューヤッチ君の中で今回その組の中で膝が際の肘が膝が非常に当たっていて一つ の作戦だったのかなというふうに感じたんですが、あのあたりはこう新しい動きだったんでしょうか？そうですね、まあ、膝に関しては、まあうん、前回試合終わってから首相撲の展開っていうのを肘膝っていうのを、まあ、練習新たに取り組んでたんで、まあ、そこの練習してきたことは出てはないですけど、やっぱりそういう際でのああいう膝とか出るようになったのは今まで前回試合終わってからやってきたことだったんで、それでまあ自然と出たのかなと思ってます。特に作戦っていうわけではないですけど、まあ、離れたら腹が開くんで腹蹴るみたいな、そういうことを淡々とで、くっついたら四つ仕掛けるみたいな、もう本当延々と同じことを繰り返しやろうっていうのは決めてました。木村クラッチ組まれて洗濯バサミにも入ったけれど、あの時点では、まあ、自分のクラッチもあって心配はなかった？ごめんなさい、最後自分のクラッチが剥がされることは心配はなかったですか？そうっすね、まあ、ちょっと映像を見たら結構危ない展開だったのかと思うんですけど、まあ、正直あの展開になって
一瞬焦りましたけど、まあ、セコンドの声もよく聞こえてたし、一つ一つ打開していかなきゃなっていうところで、まあ、落ち着いてできたと思います。はい、ありがとうございます。はい。